防災を学ぶ、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ヘルメットを私たちつけて、はい、大きな崖の目の前にいますが、はい、今回は何を学ぶんでしょうか。そうですね、鹿児島では雨が降るとですね、シラス災害っていうのがよく言われるんですけども、そもそもシラスって何なのっていうのを今日は学んでいきたいと思います。今回は九州南部に広く分布する土、シラスについて学びます。雨に弱い、崩れやすいといったイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。県本土ではこうしたシラスの崖というのはよく目にしますけど、はいはい、シラスって一体どんなものなんですか。今から3万年前、桜島の北側にあるアイラカルデラっていう噴火火山がですね、大噴火をして、はい、でその時に出た噴出物がシラスなんですよ、はい、ここだけで80メートルぐらいの高さがあります。高いですよね、はい、最近の研究ではですね、20時間ぐらいで積もったんじゃないかっていうふうに考えられています。20時間ということは1日ぐらいでこれが全部そうです、それぐらい大きな噴火が3万年前に起こって、その痕跡を私たちはシラスとして見てるっていうことになります。シラスといえば急斜面で崩れやすいというイメージがありますが、シラスというのはどういう特徴を持っているんでしょうか。はい、そうですね、この崖も見ていただくと分かるんですけれども、はい、まあ、これは人が、まあ、切った、土を取るために切った崖なんですけれども、すごく垂直というか切り立った崖になってますね。急ですよね。でこんな切り立った崖でも実は安定してるんですよ。で雨が降ってもこれももう何年もこのまま全然壊れてないですよね、はい、あれシラスって崖崩れなりやすいんじゃないのって皆さん思ってるかもしれないんですけど、シラスそのものは実はとても強いんですよ。で一方ですね、この後ろの方にずっとこう見えを見て持っていってやるとですね、この辺りずっとシラスが分布しているところなんですけど、向こう側も急斜面ですね。そうですね、切り立った崖の上に木が生えているのがよくわかるかと思います。でああなってくるとですね、今度は木が重しになったりして、はい、あるいは木が生えることによってこのシラスの表面が土壌化っていうんですけれども、はい、少し土壌ができたりする。でそうすると、はい、雨が降るとシラスの上に重りが乗ってるみたいな感じになるんですね。なるほど。でその部分が雨の時に崩れるっていうのが、まあ、いわゆるシラスの表層崩壊って呼ばれるものになるわけですね。でその時にはですね、普通の地質よりもずっとずっと崩れやすくなってるんですね。シラスはそのままの状態だと安定していますが、斜面に木が生えると落ち葉などで木の根元に土ができます。この状態になると雨が降った時に崩れやすくなります。そうかな。実際の現場を訪ねてみました。今年7月の大雨で複数の崖崩れが起きた場所です。ちょっと彼岸花がある。あ、こちら大きな崖崩れの跡が見えますね。はい、これが、まあ、典型的なシラスの崩壊っていうふうに考えてもらえばいいと思います、はい、斜面に木が生えているようなところで土砂崩れが起こって、この辺りはずっとシラスの崖が続いてますから、まあ、ここも見ていただくと何箇所もこう崩れてるのが分かると思いますけれども、うん、シラスの斜面があるところっていうのはもうそれだけでリスクがあるんだっていうふうに考えてもらわないといけない。どこが崩れるかっていうのはなかなか予測が不可能。シラスがある限りどこが崩れてもおかしくありませんよ。崖崩れが起きた場所を見るとその斜面はなだらかにはならず、崖が崩れたにもかかわらず崖のままの状態となっています。ここに木が生えると再び崖崩れが起きやすい危険な崖となります。これだけの崖ができるためには3万年前の全部が埋まってしまったところから何回も何回も崩れないとこういう崖っていうのはできてないわけですね。そう考えると一回起こったところでもう崩れないっていうふうに なるんであればもうこういう地形はできないわけですから、シラスっていうのは大体そうですね、連続雨量で200ミリを超えて300ミリに近くなってくるとどこでもそういうことが起こりうるというふうに考えてもらった方がいいと思います。気象台から注意が出されるような状況ですよね、多いところではこれから先の24時間で200ミリぐらいの雨が降りますよ。九州、南九州、鹿児島ではまあまああることですの でそう考えると、まあ、シラスの崖のそばに住んでらっしゃる方はですね、やはりそういう情報が出されたら、まあ、
ギアを一段上げておくような感じになっておいていただきたいなというふうに思います。